ベルギー、イギリス、ブルガリアの王家となった、ザクセン・コーブルクゴータケの共通の祖である。ザクセン・コーブルクイコールザ・アルフェルト公、エルンスト・フリードリヒト、ヒゾフィ・ーアントイネッテの長男として生まれた。父の死により1800年に、行為を継承し、6年後の1806年に死去した。1776年3月6日。 ザクセン・ヒルトブルクハウゼン・公エルンスト・フリードリヒ3世カールの、娘ゾフィーとヒルトブルクハウゼンで結婚したが、同年10月28日に種別した。翌1777年、ロイス・エーベルスドルフ・ハク・ハインリヒ24世の娘、アウグステとエーベルスドルフで結婚した。二人の間には旧子が生まれた。の、ジケアントン・ウルリヒは、 ロシア女帝の後継者とみなされていたアンナ・レオポルド・ブナと結婚。ロシア皇帝イヴァン6世の父。長子エリーザベト・クリスティーネは、プロイセン王・フリードリヒ2世妃であり、次子ルイーゼ・アマーリエは、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世の母となった。末妹、ユリアーネ・マリーは、デンマーク・ノルウェー王フレデリク5世妃。の長子エリーザベト・クリスティーネは、 神聖ローマ皇帝カール六世の皇后であり、マリア・テレジアの母である。ありがとうございます。